はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数一の因数分解4、三次式の公式編をお送りします。でね、まあ因数分解もいろいろやってきましたけども、今回のこれでね最後になります。で、今回ね、まあ、最後公式またやっていくんですが、展開の方の、まあ、三次式の公式編とほとんど同じです。内容としてはね、まあ、逆になるだけなんだけど、で、まあ、それを取り上げていきます。で、問題がポイントも含めて6問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、まぁ、ちょっとね、やり方が思いつかないっていうのがあれば、今から全部説明するんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、ポイントの方からやっていきますんで、どうぞよろしくお願いします。ほんじゃ、いきましょう。で、さっきも言ったようにね、展開のまあ、展開のシリーズに三次式の公式編があるんだけど、それの時やったやつと逆なんだよ。まあ、因数分解と展開って逆だからね。なので、その時やったのと同じなんで、もう書いちゃいます、答えね。で、まず、覚えてほしい公式はこの2個です。まあ、展開の時4つあったんだけど、因数分解はこの2つできれば大丈夫。で、まずこれ。A の3乗プラス B の3乗になってたら、まず大事なのは、A と B っていう、まあ、3乗されてないこのパーツがあるでしょ。A と B っていうパーツがあったら、まず一つ目の括弧に A たす B を入れます。こことここの符号同じです、必ず。で、後ろの括弧は A の2乗で、一番後ろが B の、これプラス B の2乗、これはどっちも変わらないです、この後ろのこの部分ね。で、真ん中がここと違う符号でA と B をかけてください。いい、これが覚え方だから、向こうも同じように考えると、最初はここと同じ符号なんで A-B が入ります。で、後ろの括弧は A の2乗、そして最後のプラス B の2乗は変わらないです。で、真ん中がこれと違う符号でA と B をかけてあげてください。いいね、まあ、これが公式です。で、意外と間違いやすいポイントはここなんだよね、真ん中で符号ではなくて。何間違えるかっていうと、2をつけちゃう子が多い。中学校の時にやった因数分解の公式さ、 A の2乗マイナス 2AB プラス B の2乗って言ってね、ここによく2をかけてたので、その癖がね、ひょろっと出てきてしまう子がいます。なので、そこだけ気をつけてもらえれば余裕です。いいね。じゃあ、それ使ってまず3番いくよ。x の3乗プラス27です。で、これを見たときに、まあ、こっちはね、x の3乗になってる。で、27が、これ、3の3乗だからね。これ。つまり、x の3乗プラス3の3乗だから、これ公式使えるね、そのまんま。で、まあ、一撃で倒しに行きます。カッコプラスなので x プラス3です。まあ、パーツを2つ入れて同じ符号にしてください。で、後ろがまず x の2乗です。で、次は符号を変えて2つをかけます。 x と3をかけるから 3x で、後ろは3の2乗で、必ずプラスなのでサザン学となってね、これで OK になります。まあ、公式ね、使うだけなので大丈夫でしょう。で、右側も同じだね。8x 3乗マイナス y の3乗。まあ、こっちはいいんだよね。で、8x 3乗が、8って2の3乗なので、まとめると 2x の3乗になってます。つまり、2x の3乗引く、y の3乗になってるからね、こっちの公式でいきましょう。これもね、一撃でいきます。括弧、まずパーツを入れて同じ符号です。こうだね、 2x-y で、後ろの括弧が 2x の2乗なので 4x の2乗で、符号を変えて2つをかけるから 2xy です。こうやってね。で、後ろは必ずプラスで、後ろのパーツの2乗、つまり y の2乗と
こんな感じでね、やってください。で、5番です。ちょっとここからはね、少し応用が入ります。これ。さあ、どうやるかっていうね。で、まあ、3乗が入ってて、まあ、この公式使えるかと思うんだけど、2乗とかも入ってるからね、すんなりは使えません。で、解き方、どうするかっていうと、例えば、じゃあここで x2乗をくくり出してとか、いろんなやり方があるね、あるんだけど、大体が行き詰まってしまう。で、この問題に関しては、どこを注目するかっていうと、ここと、ここを見ます、まず。ちょっと並び替えをするから見ててね。今ね、線引いたところを先に書くと、こうなるね。で、まあ、後ろのはちょっと、そのままつけておきましょう。で、何ができるかっていうと、8ってさ、こっちに書こうか。8って、2の3乗なんだよね。つまり、この部分、3乗引く3乗になってるから、あの公式使えるんだよ。で、ひとまず使ってみる。もちろん使ってうまくいかないときもあるんだけど、ひとまずやってみる、こういうときは。で、使うと、パーツ入れるから、x-2 だよね。で、後ろが x の2乗。符号を変えてパーツをかけるから 2x。で、プラス22が4で、こうなる。この部分がね。で、もちろん、こっちもちょっといじります。で、何するかっていうと、ちょっと色ね、一色でごめんね。この部分、何かくくり出せないかなって考えます。で、これ、マイナス3と x をくくり出してみる。マイナス 3x。そうすると、x、こっちはね、残って、こっちからとマイナス2が残ります。で、これで何が起こるかっていうと、前回の動画でやったように、今ね、ここが一つのセットです。掛け算で繋がってるからね、一つのセット。で、ここが一つのセットになります。カッコの中見てみると、同じカッコが出てくるんだよ。こうなれば、カッコ丸ごとくくり出しが使えるでしょ。なので、このカッコとこのカッコをボンとくくり出します。で、先に、x-2 をくくり出す。で、カッコ丸ごとくくり出しを行ったら、後ろのカッコは残り物を詰め込みます、全部。で、前はこの部分取っちゃうんで、残り物ってこれでしょ？まあ、カッコね、もう、無視しちゃって大丈夫なんで、この中にそのまま書きます。こうやって。で、後ろの部分からこれを取っちゃうと、残るのはマイナス 3x が残る。だから、それを普通に詰め込んであげてください。こう。いい？で、終わりかと思うんだけど、後ろの括弧計算できるからね。ここ。同類項あるから。だからそれはちゃんと計算する。x-2。x2 乗。-x。プラス4。これで、完了となります。なんかピンポン鳴る気がするけど大丈夫かな？大丈夫かな？まあいいか。ごめんね。で、6番いきます。で、これと同じようにできるかなってちょっと考えるんですけど、ちょっと見てみるとね、ここ、お、3乗なってる。でしょ？で、ここ、見るんだけど、20って3乗じゃないよね。つまり、さっきと同じ技が使えないんです。いい？だから、ちょっと作戦を変える。ああ、どうしよっかな、つって。で、そうなった時に、まあ、こういうやり方もあるんだっていうのをぜひね、覚えてほしいんですが、そこじゃなくって、普通にここで勝負します。この2つ。で、どう勝負するかっていうと、単純にくくり出します。いい？で、これ何でくくり出せるかっていうと、x の2乗で出せるね。そうすると、こっから取ると x、こっから取るとマイナス5が残ります。いい？ごめんね、今さっきね、郵便屋さんがね、下で来てたから、ピンポン鳴るかなと思ったけど、鳴んなかった。申し訳ない。で、次。後ろの残ってるやつ。これね。で、これもくくり出しをします。結局、何をしたいかっていうと、カッコ丸ごとくくり出しが使えないかなっていうところに持ってきたいんだよ。だから、これね、マイナス4でくくってみます。そうすると、
こうなると取るから x でしょ。でマイナス4取るとマイナス5が残ります。5子20の4取ってるから5残るからね。でうまいことね、カッコ丸ごとくくり出し使えるようになるでしょ。だからそれをしてあげて丸ごとくくり出す。で後ろのカッコには残り物を詰め込むので、残り物は x2 乗、後ろの残り物はマイナス4となります。いいね。目的としてはこうやってくくり出してみる。で今はこうやってね、俺答えっていうか自分で一回解いてるからさ、こうやってやるよっていうあるんだけど、手探りでいいんだよ。まずこことここ組み合わせてやってみて、あうまくいかない、じゃあこことここやってみようみたいな。いいね。一発で思いつかなくていいから。まだでもこう問題をたくさん解いていく中でなんとなくつかめるようになるよ。あれこれここくくり出したらさ、カッコの中同じになるんじゃないって。いいね。今はねちょっとまだなんだろう、もどかしい感じがあるかと思うんですが、そこはね気にせず言ってください。で、よっしゃ終わったって思ってこれ書くと、これ×なんだよね。これすごい引っ掛けなんですけど、因数分解の問題、高校、まあ中学校もそうだけど高校の問題ね、カッコ作るじゃん。作り終わったら必ずカッコの中身をチェックしてください。で、何をチェックするかっていうと、因数分解まだできねえかなっていうチェックをします。そうするとね、これ後ろができるんだよ。2乗引く2乗だから、あの中学校でやった公式でしょ。なので前の括弧はねこのまんまで OK です。この部分、これ x プラス2 x マイナス2 だよね。これ中学校の公式です。で、ここまで持ってくれば括弧の中身も何もできないので、これで丸になります。だからさっきのこの問題も、さっきは言わなかったですけど、もしかしたらこの部分が因数分解できる場合もあります。いい。だからその時はやんなきゃいけない。ただこれはね、今できないんで、これで大丈夫なんだけど。まあそういうね、ちっちゃいトラップも、罠も仕掛けられてますんで、うまくね、乗り越えてみてください。いいかな？では、今回は高校数学数1の因数分解丸4、3次式の公式編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、ひとまずですね、因数分解これで終わりになります。もっとね、いろんなパターンあるっちゃあるんですが、まあ、大事なところはこれで押さえてもらって、あとは学校でやる、まあ、プリント、ね、先生によって違うと思うんですけどね、プリントやら、ワークやら、で、問題をたくさんこなして、いろんなパターン身につけてみてください。で、次回は話がガラッと変わって、絶対値をやります。懐かしいと思うんですけど、中1の時にね出てきた絶対値、これ高校の数学の中では結構大事な武器になります、絶対値は。なのでね、まあ、それについて取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。